皆さんこんばんは。今回ご紹介する天体はジェームズ・ウェブ宇宙望遠鏡が観測しました無数に輝く銀河の画像をご紹介します。この画像は近赤外線カメラニアカムで観測したデータの4種類の赤外線フィルターを使用して作成されました。暗い背景には多くの星や銀河が様々な色の濃淡で写っていますね。特に遠い遠方からの銀河の光は波長の長い赤外線しか届かないため赤かったりオレンジ色に見えています。これは赤方変異という現象で、電磁波を放つ天体が遠ざかるとき、光の波長がドップラー効果によって長くなるため赤外線の波長にずれて見えること。観測可能なほぼ全ての銀河の光に赤方変異が見られることから、銀河が地球から遠ざかっていて宇宙が膨張していると考えられています。アメリカの天文学者エドウィン・ハッブルさんは、様々な銀河までの距離とそのスペクトルを調べ、ほとんど全ての銀河に赤方変異が見られたことと、遠方の銀河ほど赤方変異の量が大きいことを発見しました。この法則をハッブルルメートルの法則と呼んでいます。ここまで遠い銀河が数多く写り込んで見えるのは、ウェブ宇宙望遠鏡の高性能な赤外線カメラのおかげですね。赤ければ赤いほど過去に遡って見えている銀河なので、昔の形成、進化、組成を詳細に理解することにつながるんです。小さく映る銀河にも渦巻きを巻いているのがわかりますね。その中でひときわ目立つこの大きく映っている銀河は、レダ204664は地銀河と呼ばれています。中心部が明るく光り、渦巻き状の腕を照らして星形成領域が赤みの光を帯びて見えています。レダというのはリオン・ムードン銀河系外データベースの略で、1983年にリオン天文台で作成された最古の銀河系外データベースです。当初9万を超えるオンライン閲覧できるデータベースのカタログで、その後に作成される主銀河カタログ PGC の基礎となりました。現在オンラインになっている最新バージョンは、ハイパーレダで100万を超える銀河とその他の銀河系外天体のデータベースになっています。ここで突然ですが問題。例えば PGC2557 とレダ2557は両方ともとある超有名な銀河のカタログ番号なのですが、その銀河とは一体何でしょうか？ヒントとかってないの？ヒントは、遠い未来、私たちの天の川銀河と衝突するとされる銀河です。ああ、それだったらあれのことかも。5、4、3、2、1、0。そこまで。それじゃあ、正解はアンドロメダ銀河。そう、正解、答えはアンドロメダ銀河でした。それでは最後に、この銀河を離れて10億光年の距離にある地球まで戻るとしましょうか。このレダ204664は地は、地球から見るとヘルクレス座の方角にあります。ヘルクレス座は5月頃から宵の空に見え始め、8月には頭のてっぺんの天頂まで登って見える星座になります。それでは今回は、短いですが特に話すこともないのでこの辺で。まあ、たまにはこういう時もあるんよ。こういう時は僕のニュースコーナーでも見てくれよな。 Let's meet again next time. Bye bye, bye, bye.